はいどうも、岩中です。本日はですね、旧震災3日目ですね、やっていきましょう。そうですね。まあ、レートもね、まあ、だんだん上がってきて、まあ、この5600ぐらいまで行きました。まあ、目標としては、まあ、7500ぐらいまで行きたいと思ってます。で、相手が技巧派ですね。はい。では、やっていきましょう。リアルタイム。まあ、そうですね。だんだんね、なんか、ストレスにも、ね、慣れてきました。まあ、野球はね、やっぱね、ストレス溜まるんで。実況は三橋大輔でお伝えしています。すごいね。お二人、どうぞ。落ち込むときはね、やっぱすごい、負担なんですけど。何を投げてくるか。まあね、しっかり打ってね、ボールになります。やっていきたいと思います。外野に落ちる。ファインプレーが出ました。判定はアウト。バッターボックス大山。さあ今回はどういったゲージ配分で進めていくのか。やばい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 。初球打ち、これは内野ネットに当たってアウト。打順は3番バース。放送禁止用具です。打ちました。よし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 。人が出ました。4番バッター坂倉。いいね。よしよしよし。ワンバウンド転がって、残念ながら惜しくもエリアの外、アウト。スリー、もうダメだ。もう無理かもしれない。このゲームマジマシンに移行タイプのマシン C を選択しています。はいはい、それ変化球から入りました。2球目打ちました。技巧派いいね。技巧派やっぱ強い。届きません、アウト。2番バッター坂本。やっぱね、本格派が打たれるね。やっぱり、あれカーブでしかねやっていけないから。初球は何から入ってくるか。打ちました。まあ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 いいでしょう。ヒットが出ました。これ許しない。打席には3番バッター。なんでみんなそんな大谷とか思ってる。課金してん。まず1球目。まあ課金すんのは別に悪いと思う。初球打ち。いいところに落ちました。サード当たりは良かったんですが。かわいそうだね。まあまあ、これも野球マンです。バッターボックスは4番中村。はい、なに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 。引っ張った。止まれ。スリーアウトチェンジ。ちゃんと打ってんだけどね。打ってんだけど、なんかことごとくね、なんかヒットゾーンに嫌われてるから。ヒットゾーンにしっかり打ってこい。危ねえ。ファールボール。魂ゲージがマックスになりました。ここは慎重に行きたい。引っ張った。いいね。こういうヒットも大事。打席にはこういうヒットの積み重ね。西川。ね。単打育成。初球打ち。オーケー、いいね。長打も行ってしょ。ベースヒットになりました。さあ打順は1番に帰ります。バッター柳田。先ほどの打席はアウトに終わっています。さあどうだ。あ、まあまあまあいいね。ファールボールです。調子打った。よーし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 。ヒットが出ました。バッターボックスは2番大山。先ほどの打席はアウトに終わっています。打った。よーし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 。いけるよ。勝てるよ。バッターボックスには3番バース。なんもねえか。先ほどの打席はヒットでした。なんもねえくてもね、打てるのがバース。打ちのボールを打っていた。こうやって単打を積み重ねていくしか方法はないから。ヒットが出ました。バッターボックス坂倉。基本的にはああ、まあそういう入り。高速シュート、全部高速。ああ、最悪。上田大丈夫。多いね、満塁男で。出たのいいね。このボール打った。外野に落ちる。それ誰言っても一番当たりは良かったんですが、よく俺そこに飛ぶな。打順は6番西川。ミート99乗っちゃったよ。打った。俺の打撃も外野ネットに当たってアウト。スリーアウトになりました。やばい、2点じゃきつくね、これ。打席には5番バッター丸。やばいってマジで。頼む。よし、打ち。止まれ。最悪やもう。バッターボックスには6番岡本。
あれスリーベースされたらたまらんな。高めのボール打った。あーもうやばいやばい、もうやばい、通気しかねえ。さあ打順はトップに帰って村上。いい当たり、ファインプレー。いいところ、あーマジか。が出ました。続くバッターは坂本。これが1球目。あーもうこれマジか。また初球フライになった。外野に落ちました。あーもうダメだ、ツーベースヒット。負けな、この試合。リーンナップへと入っていきます。これが初球、これも初球打ち、スラブだね。ヒットが出ました。残念ながらタイガース敗れてしまいました。いやー結構の最悪やな、結構削られたな、レート。じゃあ戻しましょうか。まあ今日まで2試合やって終わりたいと思います。多分予定的に水曜日だけ多分球審祭の動画は上げれません。多分ね、多分上げないと思います。リアルタイム対戦、あ、上心なんで、阪神タイガース対しっかり抑えていきましょう。ゲームを解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。これは変えない、よろしくお願いします。そういう変える意味が分かんないんだよ。初球打ち、あれ上心にしては上手くないですか。上心にしては上手くないですか。続くバッターは村上、それ上手くないですか。チームマシンには魂ゲージが装備されています。打ちました。上心にしては上手くないですか。バッターは3番の角田。上心も舐めちゃいけない、一応食らってない。バッター、お待って、上手いぞこいつ。バッターは今こいつ、お兄ちゃん。さあ初球は何、お兄ちゃん強くね。初球打ち、お兄ちゃんせこいって。ワンバウンド、これはどうだ。お兄ちゃんせこいよ、お兄ちゃんやめてよ。秋山、お兄ちゃんはそれは強いよ。まあ、そう、それが普通やな。魂ゲージがマックスになりました。お兄ちゃん、すごくね。まあ。これは内野ネットに当たってアウト。6番バッター、松本。まあ、こんなもんやな。やっと弟に変わったやん。バースが打席に入っています。最初お兄ちゃんやったやろ。打席はツーベースヒットでした。あかんね、エルゾ。止まれ。よし。アウト。1点ぐらいよ。お兄ちゃんが1点取って、もう、子供に変わったんか。弟に。じゃあ達人の意地をね見せていきましょうかということで、相手南東ならもう勝ってる。インサイド落ちました。ファークになります。南東は勝ちました。さすがによしよしよし、もうこのヒットでいいんだ。そう、こういうヒットで積み重ねていって、南東派はもう撃破です。はい、間違えて離れた。魂ゲージがマックスになりました。バッターは魂ボールも意識しなければ。打ちました。いいね、ところに落ちました。いいね、ナイスリーベース、スリーベースヒット。バッターボックスは3番、ここに落とすのもね、やっぱ技術。インサイド打った、やかしました。ピッチングマシンに当たってアウト。ここで打順は4番に回ってきました。調子が悪い。いいんじゃない。打ち上げた、これは大きいぞ。ほな、ファインプレーが出ました。アウト、判定はアウト。迎えるバッターは5番サンタナ。また初球、あ、これは内野ネットに当たってアウト。スリーアウトになりました。ファインプレーでないやろ、マジで。バッターボックス村上、マジでないやろ。初球は何で来るか、追っつけて打ちました。これアウトなんです。外野に落ちる、はい、これはどう。やっぱ弟の事情か、こんなもんかな。3番バッター、角田。打ちました、流しました。まあ、弟も上手いです。ツーベースヒットになりました。なんか上手でも上の方がいい。この場面で迎えるバッターは4番、岡本。上の方が上手いな。止まれ。よっしゃ、よし。あーめー。エリアの外、アウト。打順は5番に回ってきます。打った、いいよ、よし、え、これはどうだ。よほ、あー危ねえ、やりでかわいそう。まあこの回で決めまって動画終わりです。バッターボックスは6番西川。
とまだね、野球場ね、ホームラン打ってて、まあ、打てる、いや、やばいやばい、上がった、止まれないぞ、これ。これは打ち取られました、アウト。打てるとしたら、バッターは柳田、先ほどの打席はヒットでした。バースで打ちたい、いいんだよ、よし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 、これでいいんですよ、これで。ヒットが出ました、2番バッター、大山。ホームラン打ったよね、終わりなんだよ。打った、よし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 、人が出ました。あ、バース、バース得の出なさすぎじゃない、先ほどの打席は全部レベル5です。いいんじゃない、高めのボール打った、大きい当たりになっている、はい、よし。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。